未来世紀ブラジル未来世紀ブラジル現代ブラジルは1985年公開の SF 映画監督はモンティパイソンメンバーのテリー・ギリアムで情報統制がなされた20世紀のどこかの国の暗黒社会を舞台している20世紀のどこかの国情報省はテロの容疑者タトルをバトルと打ち間違えてしまい 無関係なバトル氏を無理やり連行していく。それを一部始終見ていた上の木材端に住む、トラック運転手のジルが抗議をするも、全く相手にされない。一方、情報局に勤めるサムは、このミスを何とかするために試行錯誤していた。近頃サムは、夢の中で、ナイトの格好をして、美女を助け出すという、おかしな夢を見ていたが、情報省に抗議に来ていたジルがその美女に、 そっくりだということに気づく。ある日、サムが家に帰ると、ダクトが故障しており、非合法のダクト修理屋と名乗るタトルが勝手に直してしまう。サムはまた夢の中で侍の怪物と戦い、美女を救う夢を見る。サムは、ジルの正体を知るために断っていた昇格を望み、友人であったジャックのもとを訪ねる。そして、様々な事柄が複雑に絡まり合っていく。 テレビ朝日版日本語吹き替えは20世紀、ホックスホームエンターテイメント、ジャパン発売の BD に収録、賞味約121分。マキシム氏によると、ギリアムはこの映画の撮影中あまりにストレスを感じた、ため、両足の感覚が1週間、完全に麻痺したという。ギリアムはこの映画を、バンデット Q、1981年に始まり、バロン、 1989年で終わる三部作の二作目と称している。これらの映画の共通テーマは、無様なほど統制された、オークワードリー・オーダード人間社会の狂気と手段を選ばず、そこから逃げ出したいという欲求である。映画に描かれた政府の全体主義的な官僚政治は、ジョージ・オーウェルの小説、1984年に似ている。ィリ,リアムはこの映画について、 1984年にインスパイアされているが、オーウェルの小説を再現するのではなく強敵な視点から未来を描いたものであると語っており、また、ウォルター・ミティ、ジェームズ・サーバーチョの短編小説の登場人物とフランツカカの出会いとも述べている。ギリアムの言葉によれば、未来世紀ブラジルは1984年版、1984年である。実際に、 この映画の制作中のタイトルは1984-1 2だった。ブラザーズ・グリムプロモーションで来日し爆笑問題の進めに出演した際、イラク戦争が泥沼化していたアメリカをフィッシャー・キングと重ね合わせて語る大田光に対してギリアムは企業と政府の体制を維持するためいかにテロリストが必要とされるかという ブラジルのテーマの方が現代アメリカの問題に重なる。戦争を正当化するためテロが用いられているところなど、そっくりだと発言している。未来世紀ブラジルで特筆に値するのは、ストーリーをおりするほど強烈な視覚イメージである。実際、この映画は筋を追わずに楽しむことも可能である。重要な役割を占める視覚的要素の一つとして、ダクトがある。特に、 近代的な建物に使われている蛇のように曲がりくねったフレックスダクト。映画の冒頭では様々な形態の家庭用ダクトの CM がテレビで流れる。ラウリーのアパートには修理不能な空調設備を隠す金属パネルの壁がそびえ立っており、彼のヒーローはこの怪物のごとき空調を手なずけることのできる唯一の人物、修理工タトルである。ラウリーが母親、 母親の友人、その友人の社交下手な娘とランチを食べるシーンでは、レストランの中央にフレックスダクト製の巨大なオブジェが飾られている。ラウリーが珍しく、治安妨害の恐れもありながら、夜間にオフィスを訪れた時には、床磨きマシンがだだっぴろい無人のロビーで爆発し、フレックスダクトをずるずると引きずることになる。さらに、ダクトは、社会階級の構造のモチーフにもなっている。 労働者階級のバトルの過程では、家族は日々の活動を邪魔するダクトを避けながら暮らさなければならない。サムの家では、ダクトは見えないが、その存在は常に、故障時などは特に意識せざるを得ない。記録章では、ダクトは、環境の一部として、目に見えるが、従業員の頭上にある。情報章では、ダクトは全く存在しない、このことが最も顕著な特徴である。 貧困と無力さはダクトの信州性と反比例する。そしてすべてのダクトの末端は独裁的な情報省につながっている。ロバート・デ・ニーロは当初ジャック役を希望していたが、ギリアムはすでにその役をマイケル・ペーリンに約束していた。デ・ニーロがそれでも出演を希望したため、タトル役に決まった。ギリアム監督の次女がマイケル・ペーリンに演じるジャックの娘役で、 ワンシーンに登場している。この映画では全編にわたって、オクワーラ・ドゥ・ブラシル、ブラジルの水彩画が使われている。それ以外の BGM は、バロンでも音楽を担当したマイケル・ケイメンが作曲した。この映画の、ブラジルのベースラインが、ジェームズ・ボンドのテーマとよく似ていることを発見し、家路につくサムの場面に、007調の音楽をつけた。4年後には、007、消された。 ライセンスで本当に同作の音楽を担当することになる。サムの職場の従業員が見る映画には、モンティパイソンホーリー・グレールの音楽が使われている王子救出のためにランスロットが城を襲撃するシーンより、この音楽はユニバーサル社、シドニー・シャインバーグ編集の版では削除されている。階段を床磨きマシンが落ちていくシーンは映画、 戦艦、ポチョムキンで有名な、オデッサの階段の馬車が階段を落ちていくシーンの、オマージュである。ストーリー中盤、主人公、サムの前に、甲冑をつけた巨大な、侍が立ちはだかる。サムが侍を倒して、甲冑を外すとその顔は、サム自身の顔であった。実はこれはジョークであり、その心は、サム、ユーアーイ、サム、 お前は俺だを短く発音すると、侍になることから来ている。また、スター・ウォーズエピソードも、帝国の逆襲における、同様のシーンのオマージュにもなっている。サムが、劇中移動手段として使う車は、メッサー・シミット・ KR175 をベースにしている。主人公は、情報賞に対し、奇跡的な勝利を収め、恋人と田舎へ逃亡する。しかし現実は、主人公、 サムラウリーは大臣の拷問により発狂しており、彼の逃亡の夢は、傷つけられた心が見た幻想でしかなかったことが突如、明らかにされる。テリー・ギリアム監督のオリジナル版は、絶望的な最後を迎える。この映画の3年前に公開された、ブレードランナーと同様に、映画スタジオにより作成されたバージョンは消費者受けの、する、ハッピーエンドバージョンであった。 ユニバーサル・ピクチャーズの上層部はエンディングが不適切だと考え、ギリアムに最後の部分をカットするよう要求した。修正されたエンディングは、サムとジルが逃亡先で田園生活を始めるという、いわば愛は全てに打ち勝つといったものであった。このバージョンはアメリカでテレビ放送され、ギリアム監督を悩ませることになる。 1一時94分まで短縮されたハッピーエンド版に対し監督自身が再編集を施し131分の版がアメリカ国内で公開された。工業的には惨敗とみなす意見は多いが宣伝や公開の方法に問題がなかったわけではない。今日 DVD 等で見られるバージョンはヨーロッパで20世紀フォックスの配給で公開された143分のオリジナル版であるが ギリアム監督自身、ハッピーエンド版の雲の上を飛行するオープニングは改善されたと認めている。NHKBS2 の衛星映画劇場では基本的にオリジナル版だが、雲の映像など、ハッピーエンド版を一部取り入れた、接中版が放映され、現在発売されている、ブルーレイにもスペシャルカット版と題してこのバージョンが収録されている。楽しくご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。